Market Scramble。 月曜夜はマーケットスクランブルよ。はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。フリーアナウンサー大橋ロコです。今夜のマーケットスクランブルはサンワード貿易ストラテジストの松永秀さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松永秀さん、こんばんは。それからサンワード貿易チーフアナリストの陳兆基さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。この3人で進めていきたいと思うんですが、今週3月15日というのがかなり前から警戒されていまして、はい、なんかマーケットに関わるイベントがたくさんある1週間ですよね。そうですよね、はい、何が気になりますか。いろいろありますけれども、当然 FOMC ですよね。 FOMC、はい、で日本日銀の金融政策決定会合がありますし、はい、でちょっと離れますけどトルコの金利、はい、政策金利もある、はい、はいですね、いろいろある。あとアメリカでもね、そうですよね、トランプさんが2018年度予算白書を出しますので、はい、それを出したら元米議会が結構荒れるんじゃないかと見てます。一般教書、予算教書、予算教書ね、ということですね、はい、こちらが、今週にギュギュッとイベントがこう、はい、詰まっているということで、人によってはね、そのマーケットの急落リスクということを ね、指摘する向きもあるっていうことなんですが、はい、FOMC に関しては後半陳さんにお話を伺っていきたいと思いますのでご期待ください。そして前半戦なんですが、私が気になっているのはこういうリスクイベントがたくさんあるという中で先行してマーケットを動き出したのかなと思わざるを得ないのが原油価格が、そうですよね、はい、先週9日オファベースとなりまして、で10日も下がりまして、はい、3ヶ月ほどボックス圏相場が続いてたのですが、チャートをご覧いただきましょう。チャートを見ますとニューヨーク原油の冷やしですね、はい、先週、8日大暴落、9日10日も下落して、ボックス圏相場から下っ放れたという形になっているんです、うん、持ち合い払いにつけという相場関係もあるように、これはテクニカル的にも決定的なシグナルとなったと見ているのですが、これあたりはどう思いますか。いや、これだけのレンジの下離れですので、テクニカル的にはもう売りのサインが出たのかなとは思うんですけどね、私もそう思いますね、はい、でこの下っ離れの引き金を引いたのはですね、はい、先週、テキサス・ヒューストンで行われてました、はい、エネルギー関連会合、その場がやっぱり引き金を引いたと見てます。エネルギー関連会合の中で何かあったということ で、 そうです、ね、こういう下落になっちゃったんですか。はい、はい、でそこでヘスとかですね、チェサピークエナジーとか、はい、複数 の、 アメリカのシェール企業、はい、それが増産計画を発表したんです。あ、増産の計画を、増産の計画、はい、でそれに驚いてちょっとマーケットがだいぶ圧迫されまして、でその会合では特別にですね、はい、OPEC 諸国の要人が、はい、招かれてたんですね、それでそのシェールの増産を聞いてサウジアラビアのハリファエネルギー省ですね、はい、原油価格の持ち直しによる恩恵に米シェール企業はたどりするべきではないと。あら、はい、シェール企業はオペックが自動的に減産を延長すると考えるべきではない、はあ、厳しい一言がありまして、ちょっと怒ってますかこれ、で我々はその減産は自動的に延長されるもんだと思ってたのが、そうではないのじゃないかと、5月のねオペック総会でも、このまま減産延長じゃないかなって、以前のように、はい、サウジとシェールのですねシェア争い、はい、それが激しくなるんじゃないかという感想が高まりまして、はい、それが引き金になって先週半ばから大暴落したみたいなんですね。このサウジアラビアのファリファエネルギー省の発言というのは結構インパクト大きかったということなんですね。で、しかしそれは引き金すぎずですね、原油下落は時間の問題だったんじゃないかと私は見てるんですね、はい、売りでご覧になってましたね。そうですね、前回も下がると見てまして、はい、で石油製品のグラフを見ますと、はい、これがアメリカのガソリン、ディストレートの在庫のグラフですが、これは2月中旬あたりから減少傾向に転じてきたんですね。製品在庫は減っている。これはプラス要因なんですけどね、これプラス要因、これはそうなんですが、その次にアメリカの原油在庫、はい、これが、増え続けておりまして、次のチャートを見ていただくとですね、この5ヶ月間でですね、はい、13% の増加、あら、
アメリカの原油在庫ってずっと上昇基調にあるのね。ずっと増えてる。ずっとね、はい、しかもその、うん、昨年10月に OPEC が減産の暫定合意を発表してから、はい、どんどん増えてると、はいはい、でこれが増える限りは原油を圧迫し続けるんじゃないかと私は見てるんですね。そうですね、まあ、だから原油の在庫がこれだけ積み上がっている中でこのレンジが上に抜けるって考えるのはやっぱりちょっと無理があったっていうことなんですかね。で特にその大きかったのは、はい、次のグラフを見ていただくとですね、はい、米国の原油生産のグラフ、在庫が増えてるということは生産が増えた、生産もどんどん増えてると、うん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 、で実際昨年10月からの5ヶ月間で、はい、日量63万バレルも増産してるんですね、はい、結局 OPEC が暫定合意を発表して、はい、それからアメリカが本格的な増産を始めたと、はい、で特にその年明けから OPEC が減産を始めたと、うん、その2ヶ月間でアメリカは31万バレル増産してるんですあれ OPEC の減産量ってどのぐらいでしたっけ。ね、100% 遵守で120万バレル、120万バレルを OPEC を減らすって頑張って、で 100% の遵守率ではないんですよね、まあ、その中で米国はもうすでに63万バレルそうなんですよ、はい、しかしね、うん、原油市場を圧迫したのはそれだけじゃなかったんですよ、はい、まあ、実はそのリビアとナイジェリアの大幅増産、あ、これがありまして、はい、でリビア、これは昨年10月からですね、はい、日量41万バレルの増産、はい、でナイジェリアに関しては年明けからの2ヶ月で、これが日量75万バレルの増産、この2つが116万バレル、うん、だ今 OPEC 諸国、リビア、ナイジェリア以外の OPEC 諸国が110万バレルほどの減産をしてまして、はい、リビア、ナイジェリアだけで116万バレルの増産をしていると。あら、減産量よりちょびっと、 ちょっと多いか、多いんじゃないですか。でこれはね、はい、あのリビアとナイジェリアっていうのは3年前から内戦がひどくて、はい、石油生産が10分の1以下に落ち込んでたんです。うん、でそれで昨年、11月の OPEC 総会でこの2国は協調減産から除外しようじゃないかと、まあ、例外を認めてもらったのね。はい、そうなったんですが、ええ、それから本格的な増産が始まりまして、はい、まあ、おそらく OPEC 諸国としては、はい、リビアとナイジェリアの大幅増産は予想外だったと。ここまで、ね、馬力を上げて増産してくると思わなかった、まあ、チャンスと見たんでしょう ね、 ねえ、だから OPEC の中でも全体の減産量よりも2カ国の増産量が多いということ、プラスアメリカが加わっていると。でしかもその、はい、このリビアとかナイジェリアというのは、うん、まあ、これでもまだピーク時の2割ぐらいの生産ですから、はい、まだまだ増える可能性があるのと、はい、アメリカのシェールもまだまだ増える可能性があるという形ですから、まあ、需給的にも仕方がなかったんじゃないかなとは見てます。なるほど、サウジの石油省の発言がなくても、うん、もうこの需給という関係を見れば下がるのは時間の問題だったと。あとすごく言われていたのはヘッジファンドのポジションでしたね。これはもう皆さんが注目しているんですが、うん、はい、ニューヨーク原油のファンドポジションを見ていただくとですね、はい、まあ、これがそのちょうど2週間前の発表が、買い越し量55万枚、これが過去最高になりまして55万、で、はい、その翌週が52万5千、で先週末の発表が50万、はい、だ少し減ってるんですが、はい、この50万自体が、はい、昨年までであれば過去最高なんですね、はい、ああそうなんですね、うん、はい、でこれもね、やはりファンドの買い進みは昨年11月時点ではファンドの買い越し枚数は27万枚まで減少してたんです。うーん、で昨年11月の OPEC 総会で、はい、あの協調減産が合意されて、それからたった3ヶ月でファンドのポジションが2倍、で50万枚突破で史上最高をこう更新するような流れの中にあって、でまだまだ膨らんあの多い状態ですから、うん、まあ、これからがその手締まりのピークになる可能性も、ここから本格的なあると、彼らのポジション整理が行われる、うん、やっぱり50万枚は相当まだ多いですし、はい、で今後の原油市場を見ていく中でも、はい、やはりこれが手締まりが収まるまでは、はい、ちょっとダメかなと見てますね。そうなってくると、あの50ドルから55ドルでずっとレンジが続いていた WTI 原油価格、うん、今48ぐらいまで崩れてきて、ね、最終的に45ドルあたりまで目指す可能性があるという見方をしているんですが、はい、ただ中にはその、ええ、OPEC が、はい、あの減産を延長しなければ、はい、40ドルという声もあるんです
ですね、45あるいは40まで下がるリスクがあるというような相場になってきた、まあ、今回もサウジアラビアかなり怒ってましたし、ね、そうです ね、 ね延長ね自動的にすると思うなと、アメリカのためにやってるわけじゃないんだ と、 いうことです、ね、で最後に我々ねトコムでこう上場している東京原油建ての、はい、建てのチャートですね、先物のトコムの、これも今日のその1270円安の大幅下落は反映されてないのですが、はい、まあ、完全にボックス券を下っ端ないだと、はいはい、でこれ昨年11月に窓を開けて大幅に上昇しているので、窓開いてるねこれ、うん、オペックの減産かなんかかなですね、あそれで窓を開けてるので、はい、おそらく3万5000を割り込んで目先的には窓埋め完了が一つの目標かなとは見てます。じゃあ窓を埋めるところまでの下落リスクを覚悟しておかないと、うん、はい、再上昇の目はないということになってくるんでしょうかね、はい、はい、とにかくファンドのポジションがまだまだ積み上がっているという状況の中で、うん、ここから買いの目というのはしばらくはなさそう、しばらくはない、まあ、一応その手締まいが止まれば、はい、買い場にはなるとは考えてます、はい、まあ、特にその4月になれば、はい、中東の地政学的リスク、はいはいはい、でアメリカ の、 その大使館移転問題、はい、イスラエルの大使館がエルサレムから移動する問題、あそうかテルアビブからエルサレムへ、うん、はい、まあ、それに向けておそらく4月頃から中東の地政学は相当高まると見てるんですよ、うん、はい、それから考えたら今月中、はい、どこまで下げるかを見極めてから、はい、買い場を探すのもいいかなとは見てます、はい、まずは短期的には今は戻り売りで、うん、ちょっとこう大きな下落相場を取りたい と、 そしてまあ4月に入ってで今度5月 の、 その中東の、うん、地政学、うん、地政学ということに向けてはちょっと強気したいなとは見てます。なるほど、この窓埋めというところが一つのポイントになってくるかなというところでしょうか、はい、はい、ありがとうございます。ではここで一旦コマーシャル挟みます。さあマーケットスクランブル、今夜の後半は陳長貴さんにお話を伺っていきます。陳さんどうぞよろしくお願いいたします。さて冒頭でもお話しいただきました、はい、今週は FOMC という大きなイベントがあるの で、 で、ね、はい、なんかマーケットはもうすでに利上げするんだと思ってるでしょうか。そうですね、はい、もうほぼ確実視されている状況だと思います、はい、CME のフェドウォッチをご覧いただきますと、はい、これ3月9日時点ですね、はい、もう 90% を超えておりまして、うん、まあ一時 95% ぐらいまで、3月利上げ見通し高まっておりました。はい、じゃあこの金利先物市場でここまで利上げが織り込まれると、むしろやらない方がリスクになっちゃう。そうですね、これでやらなかったらもうドル暴落ですよね、うん、あそうですね、はい、3月はもうこういう状況ですけど、ええ、あとはポイントとなってくるのは年内何回なんだろうっていう。そうですね、はい、もう3月に入ってから複数の FRB 高官が相次いでその利上げに向けて前向きに発言をして、はい、3日にはイエレン議長、そしてフィッシャー副議長も、はい、まあ、それに沿った発言をしたということで、うん、一気にその利上げ見通しが高まったわけですよね、うん、で、まあ、昨年末追加利上げをした時はまあ、今年年3回って言われてたんですけど、今回 の、 その相次ぐ利上げ発言によって年4回になる可能性があるんじゃないかと、はい、で3月やるとしたら次6月9月、はい、12月、はい、まあ、3ヶ月おきに、うん、切り上げていくっていうような状況になるかと思うんですが、はい、まあ、FRB と、トランプ大統領との今後考えられるであろう確執を避けるために先取りしてやってるのかなっていう気もしないでもないですけどね。3月にまずやっちゃってということですね。はい、
ダウなんかも高値圏にいるから今のうちにやっといてもいいのかなという気はしますけど ね、はい、そしてやはりそのアメリカの利上げということになってくると、まあ、金利の上昇ということが、ね、テーマになってくるんですが、はい、金利はどういう状況なんでしょうか。そうですね、これがね非常に上に向いてるんですねトレンドはなんか強そうですけど、はい、昨年末に利上げした時に 2.64% まで上がりまして、今回も 2.6%、まあ、週明けは 2.57% まで下がってるんですね、はい、まあ先週末発表されました2月のアメリカの雇用統計、雇用統計強かったですよね、はい、非農業部門はもう、ね、異常に強かったですよね、うん、まあ、ただその平均時給がやはりその予想の 0.3% を下回ったということで若干失望感が出たと。じゃあそのインフレ指標のところがちょっと物足りないかなっていうぐらいですかね。まあここへ来て原油価格も下がってますのでインフレ指標も若干こう弱まってくる可能性も考えられるということで、その年4回が果たしてあるのかどうかということですよね。一度年4回っていう見方が強まりましたんで、はい、やっぱり年3回だねっていうことになれば、はい、ドルの上値も重くなってしまうだろうと、いうことも想定されるかと思います。そうすると金利もこれボックスっちゃボックスなの で、 そうです、ね、2.6 を超えて 2.78 といかないとなかなかドル高にはなっていかないかもしれない。そうですね、まあ、債権王と言われたビル・グロース、はい、この 2.64 を超えれば、はい、もう債券のベアマーケットが始まるというふうに本格的なベアマーケットが始まるって言ってますんで、はい、まあ、ちょっとここが非常に分かれ道になっているところ、分かれ道、はい、ところじゃないかと思います。ドルを占う上ではこの金利って非常に大事なんですが、そうですね、ドル円相場はどういうふうにご覧になりますか。はい、ドル円もですね、まあ、金利差拡大という観点から考えれば、はい、この円安が進行していくというふうに考えていいかとは思うんですが、はい、大橋さんもご存知のように週末の雇用統計の時ね、はい、ドル円115円50でそう、あ、強いかと思ったんだけどススッと下げていって、そう今週になってちょっと今ね週明けは弱いですよね。まあこれも平均時給が上がらなかったっていうことと、うん、もう一つはその ECB が、はい、QE をやめる前に利上げの可能性もあるっていうことを一部の報道が出たために、うん、ドルの上値が使えてしまったと、うんうん、いうことで案外ドル高も脆いもんなのかなっていうふうに感じてるんですね。あ、じゃあ意外にその勢いよくドル高になるってことはないかなということだと思うんですけれども、はい、また今週末はG20 があるということ で、どういうふうにご覧になっていますか。はい、G20 はムニューシン財務長官が、はい、まあ、初めて、臨む国際会議なんですけれど、ねはい、通貨安政策には断固として反対するというふうにもうあらかじめ、はい、ドル高を牽制し、まあ、当然そのユーロと中国人民元を念頭に置いてると思うんですけれど、はいはい、為替政策に関して強硬な意見を出すんじゃないかと、はい、となれば当然ドル円もねその影響を受けて、まあ、とばっちりかもしれませんけど、うん、やはり重くなってしまうだろうなって全体的にドル高にはなりにくい雰囲気になるかと思います。雰囲気のイベントになりそうだ、はい、ということですね。はい、そうするとまあドルの上値が重くなるということであるならば、さあ今まで下がってきたゴールドがそうなんですよ、もしかしたら、はい、息を吹き返す可能性が、はい、どうですか。 あると思ってます。はい、ちょっとチャートご覧いただきましょう。はいはい、まあこれもね、一昨年12月3日ですね、この初めて利上げした時、そして昨年の高値1375ドル、この値幅で見るとちょうど半値押しが1210ドルということで、まあ、週末ね一時1200ドル割り込んだんですけれど、終値ベースで1200ドルをきちっと維持しておりまして、はいはい、まあ、ちょうどその 0.5 倍押しのところで下げ止まった感じかなというふうに見てます。であればここで止まって、まあ、ドル高が止まってくれるのであれば、はい、上昇の可能性もあるかな。 あると思いますね。じゃあ円建てドコモの金はどうご覧になりますか。そうですね、これが面白いことにですね、ほぼ同じ期間で見ると、うん、ドコモの方は、高値からの調整場面なんですね。調整安場面、結構大きい下落に見えるけれども、そうですね、昨年の10月から見るとですね、はい、1段上げ2段上げ3段上げの今調整場面、うん、で昨年の高値安値のちょうど 0.38 倍押しが4400円どころですので、はい、まあ、そこで下げ止まっているかなというところですよね。うん、
そうなると、まあ、あのおしめを拾うにはいい水準まで今来てるかなと思います。来たかなというような印象ですね、はい、ええはい、仮にあんまりドル円相場が上がらなくても、ええ、ドル建ての金が上がってくれれば、で東京金もしっかりしていくと、しっかりと下げ止まって、はい、ね、おしめ買いの妙味が出てくるということになるかと思うんですが、はい、ではあのプラチナ、ね、よくこの番組ではそのね比べてお話しするんですけれども、ええ、このプラチナ、まあ、これも同じ時期で高安の値幅を考えると、ちょうどこの半値押しがですね、3450円、ちょうどそのあたりで今下げ止まっているところなんですね。だいぶ大きな調整が入りましたね。そうですね、はい、まあ、なかなかね、金というのがそのリスク回避っていう観点からいろいろこう材料が出てくるんですけど、うんうん、プラチナに関してはなかなかこう強材料が出てこないっていうのも、そうですね、悩みですね。どちらかというと工業用需要ということ で、 自動車の販売台数とかね、はい、なんかそういうところが重要なんですけれどもね。でまた悪いことにその南アフリカ最大の生産国、はいはいはい、第4四半期の GDP がマイナス成長になってしまったんですね。ららららららら、それでランドが売られてしまったっていうのも、これは弱材料になってしまったと。ランド安もまあちょっと背景にあったかということですが、ですね、はい、あのテクニカルの水準でいうと、まあ、いいところで今止まってるかなということ で、ね、はいはい、金が戻れば一緒に上がって、連れられていくと思います。はい、じゃあその金とプラチナの、はい、さや関係を見ると、そうなんです、ね、今どういうことが言えるでしょうか。もう1年半以上言ってますね、見てますね、はい、ちょっとご覧いただきましょう。一時収縮するかと思ったらまたここへ来て拡大してですね、あ、まあ、これも言ってるように金がやっぱり買われる材料が多いんですけど、例えばビットコインが下がったから金が買われるとかですね、欧州の政治リスクがあるから金が買われるとかありますよね。やっぱ不安心理を表すのはゴールドであり、ね、プラチナではないということで、はい、ゴールドの方がやっぱり買われるとですね、いうことなんですね。ということで、まあ、白金売り金買いのスプレッドがちょっとしばらく続くのかなっていう気がしてます。底入れしたんじゃなかったのかね、この際はね、大体1000円ぐらいまで広がると、うん、そ底入れで、まあ、1000円までいったらまた縮むんじゃないかなと思いますけどねまた今ちょっと際が拡大方向ということで、白金の方が割安感が増しているというのが足元の状況ということになってきていますね。まあ、なんといっても今週はあのイベントが多いということで、はい、それに基づいてドルがどっちに動くのかというのはこのメタルにとって大きいということになるでしょうね。それから陳さん、今日はなんか日経平均が面白いなんかこうね、テクニカルのポイントを見つけたということなんですが、あのこの番組を見てる人はぜひ心に留めておいていただきたいんですけど、はいはい、3月末に下落するんじゃないかな、急落する。 3月末の急落急落はみんな今週かと思ってるのに、実は3月末、うん、なぜでしょうか。昨年のボトムを見るとですね、はい、これ2月12日と6月24日、これイギリスのブリジクトの選挙の時ですね、はいはいはい、であと11月9日これアメリカの大統領選挙の時ですね、急落したとこ、はい、ボトムの日柄がですね91から93営業日でピタッとはまってるんですよ。あら、本当。で、ははは、で11月9日からその92営業日伸ばすとですね、うん、3月27日か28今月末ぐらいになってくるんですか。年度末なんですね。あ、で28日が、はい、新月なんですよ。あんまり関係ないかな。いやでも結構そう満月とか新月にね、心理に影響するっていう話はありますので、これ どのぐらい差が、でもこれあの過去の6月24も11月9日も急落したところは買い場になってますね。そうですね、うん、だからまあ仮に1万9000割り込んで、うんうん、1万8000円台半ば、はい、下手して前半行ってもですね、はい、そこはパニックにならずに実はじっくりと買うところ、そう狙いを定めるところじゃないかなと思います。過去のパターン見るとやっぱ急落したところって全部ボトムですからね。ボトムの日柄が90日前後ということなんで、はい、日経平均ね、今ちょっとそのチャット的にはこの上値抵抗をこうトライするように見えるんだけれども、ここはちょっと熱そうですね。さっきの、原油相場と同じですよね、うんうん、55ドル抜けそうで抜けなくて急落しちゃったと。うん、松永さんどうご覧になりますか、この日経平均。私はこの日経平均もダウもそうですけど、はい、やっぱりちょっと弱気派なんです。あ、そう、 なぜこれまではトランプラリーというのはその大統領が出してきた39の公約、はい、それに対していわゆる投資家の期待先行、うん、で実際それが実行されたとしても2008年度予算、はい、まあ、今年10月以降からですから、はい、
来年の企業利益からじゃないと変化しないと、うん、であまりにも先のことにそろそろ気づき始めると、はいはい、で今まではその先行期待先行期待だったのが、はい、まあ、その39の公約でも、この16日に予算を、ね、はい、予算教書出てくる、うん、だからその翌日からもう米機会がどんどんその予算を煮詰めに行くんですが、そうなると現実にぶつかると思うんですよ、はいはい、これこれはできるけどこれとこれはできないと、議会がどれを承認できるのかできないのかっていう、うん、だから今までこの風呂敷を大きく広げてきたのがそれほど大きくないよねっていうふうに現実をマーケットが見るようになるので、 そもそも財源がどうなるか分かんないですよ ね、 ね、1兆ドルのね、うん、インフラ投資とか、まあ、民間が相当出すと思うんですけど、はい、まあ、それ今までそれもそのトランプさんというのは数字ではその国防費のみ数字は出してきたけど、うんうん、他の数字一言も、ね、具体的なのはないですね。そうですね、はい、ということで具体的に数字出すのは今週初めてになってくるということ で、 そ、 で、ね、そこからやっぱり現実をまた見始めるのかなと、そろそろ夢から覚めるのかなと思うんですが、米株も利食いが優勢になる可能性があると、うん、そしてさっきのチャートですよ、日経平均のちょっと下値リスクというのが、はい、ね、あるんじゃないかと、はい、でもむしろそういう下がったところはちょっと買いたい、ね、ということかもしれないですね、はい、はいはい、ありがとうございます。では一旦コマーシャルです。さて、サンワード貿易さんは今年もたくさんのセミナー企画していますのでご紹介していきたいと思います。まずは3月14日火曜日、東京商品取引所トコムで江守哲さんのセミナー開催予定です。江守キャピタルマネジメント代表江守哲さん大人気です。3月14日火曜日の企画です。そして翌日3月15日は、同じくトコムで新野博さん、株式市場で大変人気で、はい、メルマガもね、なんか、はい、とっても人気な方だということで、さあ本当に日経平均は年度末にちょっと危ないのかどうか新野さんのお話聞きに来てください。そして3月18日土曜日は名古屋で個人投資家として大変有名なお二人です、ヤーマンさんとムラヤンさんが登場いたします。先般投資戦略フェアというところで、はい、パンローリングさん主催のイベントでもたくさんの人が彼らの周りに集まっていました。大人気個人投資家の方の株式投資手法、どのようなものか、名古屋で3月18日土曜日開催です。そして3月18日同日開催、札幌では天海源一郎さんが登場。この方も、はい、株式で大変に、ミスターストップ安、ストップ高ですねストップ高ですねという、異名を持たれる方ということで、札幌の方ぜひ足運んでください。そして3月24日金曜日はトコムで岡安森生さん登場です。 FX のアナリストスペシャリストとして、たくさんいろんなところでメディアでもご活躍中ということで、さあ期末を迎えるドルの行方どうなっていくのかというところ、岡安さんの話、聞きに来ていただければと思います。すべてのセミナーのお問い合わせお申し込みはこちら、フリーダイヤル 0120-301-052 0120-301-052 番までお電話いただければと思います。またはマーケットスクランブルの番組ホームページからサンワード貿易さんのバナーがありますので、そちらクリックしていただきますと、このイベント詳細ご確認することできますので、ぜひサンワード貿易のホームページ、そしてマーケットスクランブルのホームページもクリックしてみてください。さあ今日はマーケットスクランブルサンワード貿易ストラテジスト松永秀さん、そして、サンワード貿易のチーフアナリスト陳長貴さんを迎えしていろいろとお話を伺いました。松永さん、陳さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう、はい、さよなら。ごきげん